っていきましょう。ウォーホー、いきます、はい、今日のギャガ。南国の森の中に住んでいるこのオランウータン、新種なんです。カプコン、はい、出てくれた。ナルトシリーズから新エースを出たことです。イエーイ。ということで、ね、今日は希望なんですけど、ナルトシリーズをやっていきたいと思います。はい、今日はあなたの完璧な趣味ということでよろしいですか。はい、僕の趣味でございます。はチンパンジー、何チンパンジーが何ドームコーンからチンパンジーが逃げた。本格的に今年アニメになると20周年記念ということで、あ、まあ今ナルト本当に話題になってるんですよ。 なのでオープニングテーマをやっていけばいけるんじゃん。ゴーはいけるんじゃん。ゴーは正直全身ある。他はちょっとわからんけど、俺は確率低いのはめんどくせえ。しかも悪出してくんじゃん。今からだけだ。俺たち里を守ろうという強い意志だ。さよなら先生。今日は楽しく予選していきたいと思います。お願いします。はい、続きましょう。せーのドン。君は今涙流した、泣きたくる子供のように。なんだ、おいし、いただきます。せーの、せーで、ドン。いや、上がるね。いや、俺も上がるわ、マジで。うーん、四季風神って感じですね。いや、でも割とやりたい曲いっぱいありますんでね。楽しみにしてくださいよ、皆さん。また今回もランダムなんですね。ランダムしよう。でも一曲でも魂込めてやるんで。やっぱね、ナルトは人生の教科書ですから。道徳の教科書ですね。本を売るならブックオフ。楽しみにしてください。いきなり羽ばたいたら。いきます、いきます、せーの、せーの。ナルトのキャラで一番誰が好きなの？シカマルだね。ああ、やっぱシカマルなんだ。シカマルについて語ったら7時間は避けられる。醤油打ちながら。シカマルはね、
賞味に言うと競馬ですから。すごいことじゃ、ナルトの話膨らまねえから。どうなんだろうね、視聴者の中でどのくらいナルトファンがいるのか全くわからん。もしよかったらね、まあこれを機にナルトを知った方は、ネットフリックスでぜひナルト見てください。はい、面白い、めっちゃ面白い。そうすると、なんか僕とかで会った時に、ナルトの話とかできます。はい、やりましょう。江ノ島に馳せさんじました。はい、やっぱナルトはね、楽しいですよ。抵抗失敗関係なく俺は楽しい。見てる人が楽しいかどうかわからんけど、俺は楽しい。いや、楽しいよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。だいぶ、うん、はい、頼むよ。いきます、せーの、ドン。お前さ、お前それは無理だろうがよ。諦めるなよ、あれもう。あいつもかっこよかった、フィリップってやつもかっこよかった。いくぞ、光が生まれ闇が、いくぞ、いいよ、せーの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 、せー、いや、なかなか良かったじゃないの。満足したかい、坊や。いや、俺はね、正直満足した。やっぱ成功率とかよりはやっぱいろんな曲聴けて編集が楽しいですね。ああ、そうなんですね。まあでも、まあまあまあ、予想よりかは良かったんじゃないですかね。いいね、ガイ先生って感じっすね。まあちょっとやっぱね、アニメ好きの方はもしかしたらいると思うので、まあそういうことはね、またこうジャンプシリーズとかアニメシリーズやっていきますので、お楽しみください。はい、お願いいたします。さあ、今日もありがとうございました。せーの、ありがとうございます。